月収でやろうって質問してたね、それで。セガのストリートのカチャットでーす。ではでは行きます。お姉さん、お姉さんゲットしたーい。イエーイ。私は初めましてですので、初めましてです。はい、じゃあちょっと初めましてもね、いると思いますし、知ってる方もいらっしゃるなと思いますが、自己紹介の方もね。はい、新宿2丁目のグリアップスってお店で、ママやってます。タイヤです。よろしくお願いします。お姉さん史上は2人目のママですね。あ、確かに言うんだ、ママ。あ、でも今、せいやもママ、せいやもママや。3人目かな。やっぱさすがママですよね、声がカスカス。どっか置いてきたみたい。どこに置いてきたんですか。地球地球地球今、何歳。25です。 25? ため、同い年だ。平成6年生まれ。でもここのつながりとかはなかったの、今まで。同い年っていうのよ。私、闇属性の人間だからさ。いや、見て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 。私もと思ってたんですけどね。え？ん？それは一緒かなと思ってたんですけどね。ちょっと頑張ってほしい。セガドスイート公式なんで。公式。勝手に公式です。地元は？地元は神奈川なんですけど。あ、そうなんだ。そう、地元神奈川で。でも神奈川っていうのは横浜ではない。そうね、そうね。川崎とか分かんない。分かった、畑野とか。そっち畑野。でも小田原とかそっち系じゃないと思うよ。分かんない、ね、私ね、桜木町。分かんない。だから言いたいのは横浜ってことよ。横浜って言わないのは、でもやっぱりね、好印象になってる。何？好印象狙っとこうかなと。本当かすがね、置いとるね。置いとるね。その地元神奈川だけど、知ってるのは元々は名古屋の方。うん、そう、元々なんかちょっとお仕事の関係。前の。前の？何系？大衆演劇。あ、出ました。もともと6歳から20歳まで、うん、それこそ早乙女太一くんと一緒にずっとやってました。6歳から20歳まで。そう。え、じゃあ転々としてたってこと。そう、日本全国転々としてた。あ、そうなのね。大衆演劇をしてたってことは何役をしてたの。私なんかいろんな役をやるんですよ。例えば、え、もう侍だから盾とかもやってたし。へえ。でもまあ基本女方が多かったから、得意だったでしょうね。お綺麗でしたもん。だからその女装されてるショーのやつ、やっぱりお父さんお母さんとかそっち系がやっぱり、あの、全然親元離れて。あ、そうなんだ。だから気づいたらもう6歳の時に行っといでみたいな、遊びに行っといでって言われて、行ったら、なんか闇の匂いがする。そうよ、私もね、それ気づいたの16歳ぐらい。10年。どういうこと、行っといでって言われて。行っといでって言われて、さ、あの、すぐ帰ってこれるから。学校、小中高、ほぼほぼ行ってなくて、うん、入学して、うん、ちょっとして夏休みの時だったかな。気づいたらね、15年やってた。でもそれはなんかあれじゃない、行ってみたら自分が楽しくて やろうと思って。うん、でもね、3、4回ぐらいね、帰るって泣いたんだけど。じゃあそれはもう、親の意向だったってこと。そこもまた闇が深いからやめてきました。そう、だから学校も行く暇がない、時間がない、起きれないから、もう2時、3時とか、これ、稽古して、で、数時間寝て、起きたら、その前の日、夜中まで稽古したやつをその次の日にやるから。なるほど。その本番をやるんですよ。だから舞台俳優さんとかちょっと違う感じ。確かに、だって何日かかけて稽古したやつを、そう、1ヶ月とかさ、ね、やったりするから、とはまた別なの。一番最初の役は、一番最初の役、親元離れる娘役。ぴったり。それみたいな。私一回も失敗しなかった、覚えてるけど。あれみたいな、感情移入、ポロ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 みたいな。え、それで20歳からもう水商売。そう、だからその役者を辞めて、役者辞めてゲイバーで働きたいって言って入ったのが名古屋のゲイバー。ああ、なるほど。名古屋公演で辞めたの。へえ。ずっとやってきたものを、なんで急にゲイバーやりたいと思い始めたの。これね、いい話だと思うのよ。
そういうの分かんないですけど、ね、ちょっとショートまとめると、うん、やっぱりほらゲイって自覚しました、うん、それまではどっちつかずに、うん、女の子とも付き合ったし、うん、で男の子に興味あるけどでも出会いがない、うん、やる暇がない、うん、出会いがないから、うん、そんだけ転転でしたもんね。そう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 、まあ、とあることがきっかけでゲイバーにハマってしまい、やっぱゲイの世界にちょっと足を踏み入れたいっていう、ね、カゴの中の鳥からちょっと抜けようと思って、はいはいはい、そう羽ばたきたいと思ったのがきっかけでゲイバーに入りましたね。じゃあさ、そもそもじゃあそのゲイに目覚めたきっかけは、まあ、何回か何度かはね、体をこう重ね合わせましたね。何歳よ、ね、初めてはね中学校1年生。あ、でも早め早め。初めて行った中学校の保健の先生。えそれは男性女性？女性。女性？女性。女性にまたがられて、でその当時ね、やっぱりなんかね、混ぜてるし、大人の世界でほら、育ってるから。育ってるからね。だから私、覚えたのも、小学校4年生と3年生。ああ、同じぐらいだわ。男部屋だったから、ああお前ちょっとエロ本持ってこれ一回こうやってみろ。よくある男の世界だよね。そうそうそう。男だから5、6人に見られて、私目の前でこうやってやった。初めての。初めての。なんかなんかおしっこ漏れるとか。お前そのまま続けろみたいな。これが初めてでしたね。ね、その当時やっぱり混ぜてる、ね、大人の世界で育ってるからすごく混ぜてて。うん、大きいわけですよ、うん、それも自画自賛もしてらっしゃいますもんね。すごくツイッターの方で僕はっていうのをアピールしてらっしゃるとツイートを拝見してますけども、僕は大きいですというのをやっぱ声を大にして言ってる。大きいです。大きいです。私そこはちょっとまた後でね、これ掘りだよね。うちのお母さんがもう心配して、うちの子は童貞だ、童貞だから急に、そうそうそう、童貞なはずだから、うん、私とその師匠、うん、師匠に連れててください、そういうところに。なるほど、大人にしてやってくださいって言われてない。そうそうそう、お母さんがいるんだよ、お母さん。そう、あ、お母さん本当にね、バリバリヤンキーでして、あー、会ってみたー。サバサバしてる。なるほど。で、ずっと面商売して、もう元々ヤンキーの総長とかもやってね、チャンプロードっていうね、ああ懐かしいです。はいはいはい、あれとか特集組まれたりとかしてね。すごいガチだ。ガチなやつだ、うん。そんなお母さんがちょっと大人になってさせてくださいと。で、やって、まあ、ピンクのお店でね、うん、まあ、一緒にシャワー浴びました。で、いざやろうってなった時に、本番いいよって言われたんですよ、その女の子。だからその店は本番本当はダメなお店なんですけど。あっちがちょっといい感じになっちゃった。そう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 。何、そうそうそう、その顔は。そうそう。え、なんか。どやりましたね。今どやりましたね。そう、どやっちゃったよね。で、なんかまあ、そういう雰囲気になって、いざこう、女の子のあそこをね、こうペッティングしようと思ったんですよ。なるほどね。ペペ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 ペすごいモアだよ、モアだよ、空と海がみたいな。そっからちょっと気持ち悪くなってしまって、ちょっとトラウマになり、で無理ですってなって、そっからですね、でその役者仲間にゲイがいて、でゲイは面白いよっていうふうには聞いてたので、で当時ガラケーを持ってたのでこう検索して行きまして。はいはい、そっからですね、ハマりましたね。ゲイバーに、ゲイバーに、ゲイバーにハマっちゃいました。どっぷり。ちょっと働いてみようかなって思ってから、どれぐらいでも働いたわけだって、辞めた2日後ぐらい。そう、なんで辞めた、競馬に入りたいんだ、私辞めますって。普通に辞めようと思いますって。ああ、なんだね。通うようにそうなったら、その一番のさ、刺激的なものって当時、変わり者なんですよ、役者って。うん、どうしても、うん、どういう面で、どういう面で、やっぱりね、人に見られるお仕事だから、うん、構ってほしい、ね、なるほどね、はいはいはい、私を見てって人が多いから、やっぱそこの優越感っていうのがやっぱあるかもしれないですね。あ、なるほどね。わかる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 。言ったのは、僕はXですっていうのは聞いて、うん、言ったのよ。ちなみに、ま
ママにそのさ、めちゃくちゃさ、早朝でさ、早朝バリバリやっててさ、うん、あのチャンプロードとかに乗るようなさ、やっぱりサバサバ系のママ、やっぱすごいかっこいいなと思うんだよね、達也は。憧れるんだよね、そういうママの。好き、好き、私も好き。そのママに、やっぱりちょっと怖いじゃん、ママって。どうやってそのタイミングとかさ、カミングアウトとかの。でもなんとなくやっぱりお母さんは気づいてる。それ言われた、気づいてたよって。あ、言われた。言われたんだ。言われたし、でも私が初めて多分隠したの多分二十歳なった瞬間ぐらいかもしれない。二十歳ぐらいかな。普通に受け入れてくれた感じ。あ、そうなんだ。へえ、また立ち受けどっちって聞かれた。まずそこ。まずそこ。でなんて答えたの？え、立ちって言った。あ、えでも。よかったよ。なんかさ、こうさ、やっぱお母様がこう結構ブイブイ言わせてた系だと、なんかもう男は男らしくみたいな全然感じではなかったんだ。全然ないですね。すごいいいお母様。彼氏ができたら連れてきなさいって。逆に女気があるんだね。いや、あんたイケメンじゃなかったらぶっ飛ばすよって言われた。そこなんだね。彼氏を紹介したことはないです。あ、ないんだ。はい。でもなんで、なんで募集中でーす。お母さんにはもうすんなり気づいてたわーって、うん、そうそう。お父さんにも言ってるんですよ。そのタイミングぐらいで。お父さんには。お父さんは、へぇ、俺モテるって言われて。すごい、すごい家族で。私の周りのゲイの人とかには、いわゆるパパだよって見せたら、うん、10人に聞いたら9人がイケメンっていう。へぇ、いけるっていう。何系なんですか？ディズニーやる系。好物ですね。お父様、何か興味がございましたらお願いします。お母さんにぶち殺されるよ。店子始めてどれぐらいでもママ就任ですか？しかもこっちででしょ。あ、そう。だからまだオープンして1年経ってないんですよ。4月の25にオープンしたので。でももうちょっとですね。そうです。もうすぐで、あともうちょっとで1周年で。きっかけは名古屋でやろうとは思わなかったんだね。やっぱり2丁目と思ったの。なんかね、名古屋でお店出したかったのは、うん、実際あって、でもこうなんかド M なので、ド M なので、ド M なので、何の話ド M がどう繋がってくるのかなと思って。やっぱド M なので、やっぱりね、自分を追い込みたいなと思ってしまう。はいはいはい。なので、そのやっぱ名古屋でね、約5年間やってきて、やっぱたくさんのお客様にこうお会いしてね、可愛がっていただいて、出したらこう甘えちゃうかなと思ったんです。名古屋で出したとしたら、やっぱり周りの人もいっぱいいるし、周りの人も助けもたくさんあるので、っていうよりかは名古屋から東京に出てきて仕事から言ってみようかなっていうチャレンジ精神で。ちょっとね、実際仕事かれることある？ありますよ、全然。もうこうやって怖い。何だ、仕事かれてるから。これ終わったらね、叩かれるんですよ。弱っぽくない？待って、待って、待って、いつもって言うけど、なんか、トゲー。ちなみに、その新宿2丁目で今お店はプリアポス、はい、プリアポスってどういう意味なの？これね、たくさんの人に聞かれるんですけど、プリアポスってね、あまり聞きようじゃない ね、名前ですね。ちょっとさっきもね、お話いろいろありましたが、大きいんですよ、私ね。え、またその話？プリアポスってギリシャ神話の神様って意味なんですよ。最初バーって言われたんですよ。さすがにそれはやめてくださいって言って。はい、ちなみにチャックルでね、いろいろお話ししていきたいと思うんですけど、はい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 、じゃあやっぱ、こういうふうに振ってもらって、振ってもらったら立つようにください。振ってください。あ、振るの？うん。あ、思い出したくない恋の話。今までの中でね。今までの中で、ね、初恋の話なんですけど。なるほど。ゲイの初恋。はい。そのとあるお店で、ゲイバーの店子さんだったんですよ。なるほど。で、すごい可愛い子が入って、ほう。で、片思いもしてしまい、ほう。一目惚れってやつですね。ほう。でもその子がデブ戦だったんですよ。ほう。なおかつ100キロ超えの人が好きで。暴れとかじゃないよね。あ、違う。暴れたら。その人も片思いしてるんですね。あ、なるほどね。100キロデブの人。あ、はいはいはい。でも私は好きっていうもう伝えてあるんです。おお。でも片思いの人がいるから無理。まあ一回振られてるわけ。つらい。そう。でも全然いいんですよ。
もうそれでも、まあ、一回好きになったもんは好きだから。なるほど。もう仕方ないと、うんうん、でまあ行きますよね、ゲイバー。 その子働いてる時に行きます、うんうん、そしたらたまたま隣に来たゲイがいてそしたらその子が好きな人だったの。へぇー、当思いしてる人で。あー、ね、無理だったわけね。そしたら LINE が来るんですよ、うん、あの前に言ってた好きな人で、お前そこにいるみたいな思ったけど、でも向こうも知らないわけです。私が好きっていうのも知らないし、だから言わないよね。でなんか隣に座ってきてからやっぱり周りが忙しくなるとさ、うん、おしゃべりするじゃない、うん、隣同士で、うん、どっから来たんですかとかさ、話したもイライラしっぱなしよ。イライラみたいな。そしたら LINE がピコン、うん、そしたら隣であんまりイチャイチャしないでみたいな、終わってから早く僕もイチャイチャしたいよっていうラインが来たんですよ。はどういうこと？はどういうこと？あの店の子がトイレに入ったらそのデブの携帯にラインがピコンって。あ、デブの方に、ね、デブの方に、ね、デブの方に、ね、デブの方にね、ピコンってなって、それ見えちゃう見えたっていうか言われたの。なんて言ったの？もうちょっとチェックって言った。おかけおかけおかけそのまま流れて、うん、私はもう好きだ、その子とも流れたわけですよ。何がびっくりかって、その後ですよ、うん、何まだあるのその後、1年後ぐらいかな、会う機会があって、で、一緒にご飯食べ行ったり、あのドライブ、デートじゃないけどドライブ、その時に言われた言葉って、やだ、何？いや、実はね、って営業中ね、僕にやってた LINE 全部、その店のママがやってたんだよねって言われたの。は？色恋ラインを全部その店のママがやってたの。どういうことでもさ、実際にさ、その子はさ、その人が好きなわけでしょ。あ、じゃなくて、私に対してなんか、そういう会いたいなとか、どういうこと、何やってるとかって言われたんですよ。でも、お前そこ言う、ね、それ言われてどう反応すればいいのって感じだな。え、でもそれ信じるよね。でもね、ラインがね、途中から変わったの。打ち方っていうか、なんとなくその前会話してたら分かるけど、でも全然違う会話して、その太陽くんのことはどうぞこうだけど、でもこれからも友達でいたいし、どうだろう、急になんかこうなんか路線変更、友達営業をしていこうっていうような、あの元気のラインナップ、色濃いからね。そう、でも太陽くんのことはいつも持ってるよみたいな。そのラインをね、あれですね、全部ママがやってたの。からですね、ちょっと人の修行やだ、できなくなったから、それがもう忘れられない恋の話ですね。そういう方もいらっしゃるんだ。そういうこともあるんだ。あるんだ。人生経験、勉強ですね。勉強ですね。でもその時はショックですね。ショックよ。でも初めて多分恋で泣いた。闇度どれぐらい？闇度98。28。ちなみに1年後ぐらいかな、たまたまツイッターが流れてきた、ツイッター流れてきたら、そんなにデブじゃない人来てきました。ネタですけどね、もうね。でもなんかそこでなんか学びました、めっちゃ学びました。何を学びましたか？人って信用してダメ。それです。ちょっと軽くもう一個だけね。あー、来た、怖いよ。私の今までの最高デッシュ。それはまあ大衆演技ですね。本当に？え、だってチップは非課税だから。あ、そういうこと言い始めないで。そういうこと言い始めないで。そういうこと言い始めないでよ。大丈夫？じゃあ1000万。1000万はないかな。じゃあ1000万ないぐらいは。そうですね。月収で？何に使うんですか、やっぱそういうのは。やっぱそれなりのこう小道具だったり舞台の自分で買わないといけないので、そうそう、そメイク用品、まあ、お着物。ジャミス何歳の時？19。岡山公演の時は終電で大阪行って、朝まで飲み散らかして、そのまま岡山行って岡山で公演するみたいなのありましたね。寝てないじゃん。すごい。で、25歳でママやってて、皆さん、でございます。タイプ聞きたい、タイプ。タイプがね、ほぼほぼなくて。うん、これは嫌だ。これは嫌だ。100キロ以上は無理。立ちとか受けどっちがとかさ。あ、ないなぁ。ない。もう全然、私も、来るもの拒まず、去るもの追うっていう。
やらせていただきますで今の方に太陽ちゃんのねあのツイッター、インスタグラム、うん、そしてお店の住所とかもね残していこうかなと思いますので皆さんぜひぜひチェックしてみてくださいということでチャンネル登録、高評価、YouTube のコメントそしてツイッターのフォローとインスタのフォローよろしくお願いいたしますということでセカンドストリートの達也とゆきと太陽でしたちなみに自分の温度は何センチぐらいだったの大丈夫ですか、うん、足元は大体20ぐらいでかいでかいよ、10は外心だね